で、まあ、右の方がね、あのちょっと筋張ってる感じがまだ残ってるということでしたね、うん、痛いとこちょっと探しましょうか。はい、一応左も押しますし、この腰の状態とこの辺の方が痛そうですね。ああ、そうですね、はい、はいはい、そう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 、すごいゴリゴリして我慢していたいところも、この辺とかはやっぱりきつい感じですかね、うん、はい。そしたらですね、ちょっと緩めますので、はい、で、ずっとこっちに下ろしちゃいますね、はい、で足も置いちゃいますね。今楽ですか、体勢。うん、大丈夫です。辛いとこないですか。はい。はい、さっきと比べて、うん、そうですね、うん、まあ、まだ痛いけど全然、ね、全然、はい、さっきに比べると、はい、うん、今、右と左同時に押してどうでしょうか。さっきに比べると差はだいぶ埋まってある感じですかね。やっぱり右の方がまだかなり痛いですか、うん、いや、全然大丈夫です。あ、そんな違いないですかね、はい、はい、大丈夫ですか。
もし辛かったらおっしゃってください、ちょっと開いて伸ばしていきますね。辛いです、大丈夫そうですか。大丈夫で、家もかなり硬くなってますね。はい、そうですね。いつもよりも硬いですね。息止めてないですか？大丈夫ですか？
ですね。うん、まあそれはね、すごいですね。座りっぱなしですしね。そうなんですよね。少しし続けてますからね、その動画撮ってる時にしても。そうですね。ファンなんですよね。はい。それでその野球中継とかなんですよね。そうです。で、うちのお客様で見てる方いらっしゃるんですよ。本当ですか。見てるんですよ。で、やっぱ負けてる時にそれを実況するのはさぞ辛かろうっていう。それは。その時間取ってることだけでも疲れますけど、ね、そのメンタル的にやられる部分でよりしんどいと思うっていう話をしてました。あ、もうダブルダブルですよ。そうですよね。負けてるのを見てるのは辛いですよね。もう最後までやっぱり応援で練習してるっていうのが、でも途中でもうなんか応援をしたくなくなりません？いやいやいや、そんなことはないんですか？あ、そうなんですね。そうですよ。すごいファンですね。いや、なんか結構差が開いちゃったりすると、いやー、これはみたいな時もきついっすね。ね、ありますよね。あの、もう現地見に行って、そういう試合もいっぱいありますよ。13点取られて、でこっちはもう完封食らうような感じで試合とか。それはもう普通に無言になりますよね。あんまり言葉も出なくなりそうですけど。もう入ったなみたいな。どうすることもできないですね。そうですね。なんかそれが、それがまた辛そうって言ってましたね。実際辛いです。でもまあ、でもほら選手とかね、チームの方がもっと辛いでしょうから、だから、あの、やっぱり一緒に分かち合うというところ、あ、辛そう分かち合う。あ、なるほど。しょうがないです。中にはね、やっぱり書いてある人もいますけどね。あんまり開いちゃったらもうなんか見てる方も辛いですからね。うん、面白くないっていうのも正直なところでしょうし。ね、面白くない試合もいっぱいありますよ。そうですよね。そうなっちゃうとなかなかね。そうです。あの、なんかこの間。あの、所沢の、あのメットライフドーム行ってきたんですよ。あの、西武球場に。わざわざ遠くまで行って、ボコボコに負けて帰ってくるって。やる気なくなりますね。しかもすっげえやられて、もうドヒャーですね。なんかそういうのが続いたりすると見に行かない方がいいのかなって思ったりしますね。いやー、でもね、あのこの間16連敗したんですよ。言ってましたからね、雨降ってても。それがすごいですね。そうなんですよ。で、勝つとめちゃめちゃ嬉しいんですよ。まあ、そりゃそうですよね。普段負けてることもあれば余計に。よっしゃーって。そうですね。まあ、その繰り返しですね。ここも痛そうですね。さっきここもそんななかった。でもそんなにね、あの、あ、すごい痛いじゃない。ゆする方前に比べたら全然。あ、はいはいはい、はい、そうですよね。でもまあ硬いですね。硬いは硬いですよね。すごい硬いですこれ。まあね、どっちかだけってことないですからね。ちょっとこっちも見ますね。はいはいはい。でも見てくれる人がいて良かったです。たまにちょっと見ますって言ってました。でも僕も辛いんで見ませんって。あの、あんまり長くは、あの、やっぱりそのメンタルがやられるんですって。
まあ、程よい感じで。そうですね、ちょっと見てますよって言ってました。結構あのチームの勝ち負けに影響されてるんですよ、でもありがたいですね、そうやって見てもらえるだけで、うん、はい、でもなかなかですよ、あの、何ですかね、こう世の中こう共感して、ね、なんかあの楽しく人生が過ごせるこうツールが見つかっただけでも、うん、幸せですよ。そう思えたらいいですね。本当に。なんか一人で、はい、なんかほら映画見に行って、なんか自分の胸にこう留めとくっていうやり方もありますけど、はい、なんか一つのことでみんなでも知らない人たちで盛り上がったり、はいはいはい、確かに、ね、なんかこうそういうのってね、すごく一体感がね、そうそうそう、そういうのってすごく楽しい、ね。なるほど、確かに。まあ残念なら残念でそれを共有する喜びみたいな、そうそうそう、それまたプラスに変えていくっていう、まあ、それがあってこその勝った時の喜びとか、そういうことなんです。はい、でたまに優勝するともう、はい、ハッピーじゃないですか。そうですね。これどうですかね、さっきに、いや全然さっきに比べると響き、はいはいはい、響き方が全然違います。そうですね、最初のチェックよりも1段階その背骨の歪みが減ってきた。確かに確かに、はい、はい、その時だとあの最初の時っていうか揺らしのすぐ後の時のチェックだと、まあ最初に比べればすごく改善されたんですけど、まだ残ってて、でもまあ完璧ではないんですけど、まあ、だいぶもう一段階良くなったなって感じですね。あそこ効くんですね。そこですね。じゃあ今度仰向けにお願いします。はい、はい、この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。哲也さんもチャンネルをお持ちです。すいません、はい、概要欄に貼っておきますのでよかったら、はい、また別の、ね、角度からの別の編集で見ていただけますので、はい、お楽しみください。よろしくお願いします。いろんなこともやってます。他の、ね、フリーマッサージとかも、ね、はいはい、されてるんでね、はい、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。、はい、ご視聴ありがとうございました。 See you.